全世界の皆さん、こんにちは、タナです。本日は、ナイフと、包丁の紹介を、したいと思います。これまで、結構いろんなナイフを買ってきたんですけど、まあ、今現役でこう残っているナイフともう使わなくなったナイフがあります。で、まあ、そういったまあ理由とか、まあ、使い心地とかを、ちょっと紹介できればと、思います。で、まずこちらのナイフが M カスタというブランドのダマスカス製法で作られたナイフです。で、こちらの2つが、オピネルナイフですね。まあ一番結構有名なんで知ってる方多いと思うんですけれども、オピネルナイフの、まあ、ステンレス製と、まあ、こちらがカーボンの、まあ、2種類を使っています。で、これが結構大きめのなんですかね、このアウトドアの、まあ、総合的に、まあ、使えるナイフっていう感じで買ったんですけど、ホーグというブランドの、結構ねこうしっかりしてるんで、こんな感じですね。もうこれ1本でいろんなことができるようなナイフですね。かなりこの中だと重たいです。まあ用途がね当然ちょっと違うんですけど。で、こちらが貝印という日本のメーカーのシュンという、シュンというシリーズの包丁です。これらをちょっと今日は、まあ、リンゴとかがあるんで、まあ、ちょっと切ったりして、まあ、それぞれのこう使い心地とかを、紹介できればと、思います。まず最初はオピネルナイフのこちらがステンレス製ですね。ステンレス製の確かこれ7番だったと思います。7番ですね。で、こちらが、カーボン素材のもので、サイズが確か9か10だったと思いますね。10のサイズだと思います。で、ちょっとさっき見てみると、皆さん棚がズボラな保管の仕方をしていたんで錆びております。で、ちょっとせっかく今なんですかね、まずこうステンレス製とカーボン製の違いは、カーボン製に関しては、切れ味が、よく、なんですかね、切れ味が非常に良いです。しかし、まあ、これ見ていただければ分かる通り、しっかりとお手入れをして保存をしておかないと、すぐに、錆びます。すぐに錆びてますこれ。で、こっちはステンレス製ですね。同じように保管してたんですけれども、基本的には錆びてません。まあ、ビギナーの方には、使いやすいというふうに言われており、なんですかね、まあ、切れ味はカーボンには劣るけれども、ステンレス製は錆びにくいというような利点があります。で、今回、バッチリとカーボンが錆びたんで、これからちょっと先に研ぎ石があるんで、それで研いだ上でちょっとリンゴとかを切ってみようと思います。それではオピネルナイフのこのカーボンタイプが錆びてしまったんで、ちょっと先に研いでいこうと思います。まあ、ざっと研ぎました。ちょっとね、まだね、本当に結構時間かけてやらなくちゃいけないですけど、はい、皆さんカーボンのタイプのオピネルは保存に、気をつけてください。で、まあちょっとリンゴ切る前にと、それぞれの、まあ、使い心地みたいのを説明をさせてもらうんですけれども、まずこの三徳包丁ですね。貝印の旬に関しては、結構僕キャンプ場にこれ持ってって普通に包丁をこれ使うんですけど、まあ、今までこう家でアマゾンで2,000〜3,000円で買った包丁に比べると、もう切れ心地がもうダントツで、まあ、当然なんですけどいいです。
で、あの、まあ、なんで三徳包丁にしたかというと、まあ、いろんな料理を、まあ、幅広く、あの、まあ、肉も切るし野菜も切るしっていう風なのを考えると、まあ、これ一本で、まあ、ほとんどのことが、あの、賄えるっていう形で、この旬を三徳包丁を、購入をしました。なので、まあ、料理に関しては基本的にこの、貝印があれば、OK です。で、一番最初にこの2本のオピネルナイフを、実は購入を、しています。で、まあ、サイズ2つ違うのは、まあ、ちょっとこう試しに、大きめのやつと、まあ、小さい、果物ナイフぐらいのやつを、まあ、買って使い、比べたかったんで、購入しました。で、実際この10と、7だと、太さがやっぱこう少し違うんですよね。なので、正直こっちの小さい方の方がやっぱりこうスッと切れます。ただ刃渡りが短いんで、肉とかを切るときはこの10番ぐらいがあった方が、まあ、僕はまあ切りやすいのかなと思ったりします。まあ、とはいえ、まあ、僕の場合はこの三徳包丁があるんで、まあ、そんなにもう今は出番がほとんどないですね。どちらかというとこの、ダマスカス製法で作られた、M カスターのナイフを持っていくようにしていますね。まあ、なぜかというと単純に、デザインが気に入ってるからっていう感じですね。これですかね。まあ、今は、果物を切るときとかそういったちょっとこうなんですかね、まあ、これを出すまでもないときにさっと出して、切ったりするときに、使います。で、このダマスカス製法というのは鋼を何層にも重ねて、叩いて作ってるんで非常にね、こう柄が美しいですし、強度も強いというような特徴が、あります。で、この M カスターのナイフも一度、研ぎましたね。ちょっと切れ味が悪くなってきたんで、研いで今切れ味抜群になってます。で、この宝具のこのナイフなんですけど、これが確かね 5.5 インチとかだったと思うんですけど、正直これまだほとんど使ってないです。で、なんかこう特にこれね、果物を切ったりとかっていうサイズでもないですし、どちらかというとなんかこうサバイバルの人たちが、まあ、これ1本持っておいて、まあ、何にでも使うっていうような形のナイフっていう風に聞いています。なので、まあ、これからは、まあ、薪割りの時にちょっとこう薪を割くのに使ったり、まあ、場合によってはね、まあ、それこそ料理にも使ったりできるような、まあ、オールインワンの、まあ、ナイフとして、まあ、持っていこうかなと、考えています。ちょっとね、全部で一回リンゴを切ってみて、まあ、切れ心地を少し、見てみようと思うんで、やってみます。リンゴです。まあ、まずはこの、まあ、これはどう考えても切れると思うんですけど、切ってみましょうか。リンゴの状況があんま良くないですね。状態がね。非常に切れ味がやはりいいですね。しかもこの刃の幅があるので、こういうリンゴとかを切るときに刃離れがいいというか、非常に切りやすかったです。
オピネルナイフで切ってみましょう。やっぱね、もうすでにこの時点でサイズが、あの刃渡りのこうサイズがないので、こう引いて切るしかなくなりますね、これは。入れて、まあこうやって切れば切れるんですけど、一回でこう落として切るにはちょっとまあ足りないかなっていう。まあ逆にね、こういう芯を切るときに、まあ、使うっていうのは、まあ、使いやすいと思うんですけど、まあ無難に切れますね。でこっちがカーボンタイプの大きな方ですね。まあ普通に切れます。で次はこの M カスタのタイプで切ってみようと思います。これもね、刃渡りがそんなにこう長くないので、ちょっとこう切りにくいですね。あとはこうここの幅があるんで、こういうなんかリンゴみたいな果物を切るときは、こう刃がなかなかこう入っていかないですね。スッと入らないです。で、やっぱこうちょっと切れたところがね、ギザギザになりますよね。こう刃が、まあ、細いところまでは入るんですけど、そこからはこう、なんですか、こうリンゴをこう裂いていくみたいな感じになりますね。なので、まあ、レモンとかそういったぐらいだったらいいんですけど、こういう、まあ、トマトとかは多分すごく切りにくいと思います。トマトみたいなものは、それこそオピネルナイフとか、あとはまあ、なんですかね、この怪獣練習の三徳包丁とかが、ここの刃が薄いんで、すごく切りやすいと思いますね。それでは、ホーグ、行ってみましょうか。まあ、おそらくね、あんまりこうホーグとかでこういうリンゴを切ったりすることもそんなないと思うんですけど、まあ、せっかくなんで、これで切ってみようと思います。まあ、まず、半分に割ってみようと思います。割るというか、切るっすかね。すごい切りにくいですね。もう、こう、スッと入れられないんで、上からね、こういう風になりますね。こう見ていただければわかると思うんですけど、まあとはいえね、これ1個あれば、まあ、基本的な用途であればまあ何でもできるんで、まあ贅沢言ってらんない時は全然いいんじゃないでしょうか。こんな感じでなりますね。なので、まあ
ちょっとね、料理とか、まあそういったと、ことを、まあ金揃えて、まあ使うっていう感じではなくて、あくまでも、なんかね、包丁とかがない時に、使うっていうぐらいに留めておくのがいいような気がします。はい、というわけで、本日は、タナがこれまで買って使ってきた、まあ、包丁だったりナイフを、まあ、5種類、紹介しました。まあ、個人的には、今デザインで、一番気に入っているのはこれですね。なんかもうすごい重厚感もあって、これ1個だけで、まあ、今度なんか料理まで、まあ、薪をねこうちょっとこう割ったり、薪をね、こう、先割りした、割いて割ったりしたり、まあ、料理とかも、まあ、これ一本で、まあ、できるような感じで、のキャンプとかも、まあ、やってみたいなと、こう思ってたりします。まあ、ただね、単純にこう、調理のしやすさとかを考えると、まあ、当然、この貝印の三徳包丁になるのかなと、考えています。で、まあ、こう、ちっちゃい、まあ、果物ナイフみたいな形があると、まあ、いろいろと便利なのかなと、思っています。まあ、自分に合ったナイフが見つかると、良いんじゃないでしょうか。それでは本日は、ナイフと包丁を、全部で5種類、紹介しました。ご視聴ありがとうございました。